い、お久々ですね。何ヶ月ぶりぐらいに俺出るんやろ。2ヶ月ぶりぐらいかな。はい、ということで今日は久々に、ちゃんと一部の時間です。はい、では早速タイトルコールいってみましょう。ヤシロ丸見えユグドラシリトークストーブ始まります。はい、ということで、今週やってまいりました。ヤシロ丸見えユグドラシリ特捜部、久々の MC なんで何喋っていいか分かりません。はい、で、今日紹介するのは、今月から入ったまずヒロト。ヒロトです。ヒロトです。よろしくお願いします。ちょっと劣化版綾の方だね劣化版とか言っちゃうで、先月のいつぐらいかな、先月1日から、はい、先月1日から入った、キサラギチュアです。どうも、キャラクチャーです。はい、劣化しすぎだろってあんまね、入ったばっかなんでね。はい、ホストでね、垢抜けたらきっとね、近づくから俺と同じ道を歩まなければ太らなければね、痩せたら絶対なるでしょ。そうですかね、痩せたらいけるでしょ、きっとね。はい、これから垢抜けてくれることを期待して。はい、なのにまあまあ売れてるやん。目のサイズはいいの？目のサイズいいよ、ありがとうございます。で、最近俺の一押しのね、ちはやだ。まあなんか、この枠はね、ここで説明することになるんでね、いきなり来たからね。この枠はなんだろうな、このまあ自己紹介も含め、お店のいいところだったりとか、自分らはこういう風になりたいとか、まあそういうの好きなように言ってていい、自由な枠だね。唯一多分、何も考えずに来るの俺だけだから。何も考えずに来て、ここで、話をしてくっていうね。なんとも言えないやつですけど、何歳ですか？何歳ですか？はい、28歳でホスト歴はちょっと休んでたし、バーとかやってた時期あったんであれですけど、まあ歌舞伎町歴で言うと8年ですはい、いいよ。俺ですか？一応、最近の一押しは永遠の20歳。あ、一押しは永遠の20歳。永遠の20歳で、永遠の20歳でアイドル系。アイドル系アイドルじゃないけど、でもね、歌舞伎町もうみんな2人とも未経験だから、うんうん、これからどんどんね。そう、小顔だよね。やっぱ俺がこうやって前に出るしでかいしで余計小顔に見えるよね。ちょっと髪の毛これ羨ましい、小顔ね。お前痩せてたらそうよ。あと後ろに下がったら大体小顔に見えるじゃん大体ちょっとあんまちょっと出て前に出てほら、大体小顔に見える。肩幅あるし。小顔わけじゃないですよ。左以外スタイルで別にこう見たらさ、ほら普通や。時計のサイズで分かるっすけど。え時計のサイズで分かる。時計のサイズで。時計のサイズ離れてんなっていうの。まあまあ、まあ、いいこれほらもうこれだったら特にほら違和感ないじゃん、これくらいやったらちょうどいいよ。や、並べてる、これ並べてるから。今横でパッと見ると体1個分ぐらい俺後ろだね体1個分の張り合い、いかによく見せるかっていう、ね、ここでも小顔するだろ。カメラにちゃんと寄って、カメラとかなんか距離感すごい近いから体だから俺あ、でかいねでかいね、やっぱねダメだわもうダメだ仕方ない、こうなってしまった以上仕方ない。うん、同じ道を歩まない。まあこの二人はきっと大丈夫だけど、ちょっとヒロトはちょっと怖いね、うん、なんか普通に太りそう言われてたからね、うん、痩せたらって言われてたから。痩せたらって言われた俺としてはあ、ごめんなんでも痩せたらね。でも、はい、あれっすよ、自分は太ってますよ一時期。いやだからそのリアルに太ってる人の前で太ってましたよとかあんま良くない良くない。でも、ちはやはね、太らなそう、うん、でも俺、結構今太った方なんですよね。
結構太りました。なんかごめんね。あれ、あとね、実は3人出ます。誰？時間も短いんで早く紹介した方がいいかな。じゃあまずちょっと太る話しよう。先に太る話、俺はね、太らない体質だったんだよ本当に。いくら食べても体脂肪 5% だった、ずっと。歌舞伎町来て28キロ太ったんだから、それだけはちょっと年かな、年もあるのかな。はい、じゃあ今日の、メンツあと3人いける？ロン毛来るじゃない？ロン毛いるじゃん。ロン毛、ロン毛はちょっと待って、待って。はい、ロン毛来ます、ロン毛来ます。はい、みんながさっき言ってたよね。そう、楓さん見たいんじゃない、みんな。見たいんじゃない、見たいと思う。だから後ろ向いて、後ろ向いて入ってきてほしい。すやこの緑方を見て入ってきてほしい。緑方見て、緑方見て。はい、お、あれ髪の毛は、髪の毛あれ、楓さん色染めた、なんか太くない？なんか太くない、なんか太くないか、黒髪染めた。あれ、川瀬さん黒髪、黒髪染めたんだ、川瀬さん黒髪。あれ、はい、ということで、楓、神宮寺楓2世、海月雨です。雨です。白姿で、太いなんて、コメント真相すぎやしますね。でかくないって、でかくないって、太いって言われたことないね、今まで。続きまして、いつからだっけ、先週の水曜日ですね。先週の水曜日、はい、入って1週間です。カムイ、はい、入る、ちょちょい、危ない危ない、入るね。じゃあ俺がちょっと幅取って、ごめん。デブデブだ、デブデブデブ。めっちゃエクステとかズラとか言われてますよ。あのね、湯群にね来る子たちとか、はい、あとだって髪の毛長いさ男の人見るとみんな聞きたくなるよね。それは地毛ですかと。地毛だよね。地毛って書いてありますからね。何者ちょっとやっぱ自己紹介するしか自己紹介するしかないね。各それぞれ今ちょっとつまんない自己紹介してたから。うわもうハードルが怖い、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 怖自己紹介してもらって、今日のスペシャルゲスト、スペシャルゲストまだ出てくんなよ。すごいビジュアルだって。なんかあれだね、今日のアウター、なんかソフィアの松岡のぽい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 、ラストそれだな。はい、じゃあ自己紹介いこうか。で、アメからカムイに落としてもらおう。おー、担当、いいね。お化粧も女性みたい、女装が好きなのって書いてある。女装が好き、女装みたいな、嫌いではない、女装、嫌いではない、嫌いではない。女装バーで働こうとして、そう、男抱けるって言われて無理って言ったら落ちた海月雨です。そうなんですよ、抱けなきゃいけない。でもさ、まあ言っちゃえばゲイバーってことだよね。じゃあ、女装は好きだけど別に男は抱けないと。男は抱けない、はい、女の子が大好きなんでお願いします。はい、お願いします。はい、おい、盛り上がってきたね、自己紹介が。いいよ、カムイで落ちるのか、これは。落ちなかったら最終兵器連れてくる。最終兵器いるから。だいぶ色黒いやついる。俺より色黒い、じゃあ多分去年のユグドラからしたらだいぶ俺より色黒い人間いなかったよ。抱かれるのって言われる。癖が強い、どっちも負けそう、抱かれるの。はい、いけないから。あれ、まさかのなるみや葵二世、カムイです。はい、カムイです。はい、行きましょう。めっちゃ似てるんだよね、葵ね。誰が、本当、俺の弟子、俺の弟子。ああ、まあ本当なんて言ったらいいのかわかんないですけど、とりあえず黙って飲みます、後で。もうそこら辺が、青いっぽいんだよね。性格まで言ってる。そうそうそう。はい、じゃあちゃんと自己紹介して。あ、すいません、カムイって言います、よろしくお願いします。はい、声がちっちゃいんでごめんなさいね、すみません。やっぱ落ちなかったんで、しっかりとここはね、はいはいはい、落ちたり。カムイは、神、神に勢いの、威力の威力ですね。はい、ガクトと同じ名字です。はい、いただきました。はい、じゃあ、最終兵器普通回帰したい。普通回帰したい。どういうこと。女は抱くのは無理、しかし男に抱かれるのが大好き、ゲイ綾瀬ゆきや。ナイス。
はい、はい、イエーイちょっとあの無理です。顎がすごい色してるんだけど、ね、何それ全然違う。時間的に生えてきてる時間じゃない。すげえ。顎口周り、口周り、そんなことない。泥棒みたいになってる。あの百兆円の、なんで黒いの、なんで黒いでしょ。そんなに黒かったって、あ、でもそんな黒かったって言ってくれるの。実際ね、多分みんなが思ってる以上に光がすごい飛んでるのね。そう、名前何って、名前何って言ってます。焼けたの、焼けたの、焼いたんだよね。名前はゆくどに来て、まあゆきやっていう。あ、ちょっと名前あげてもらって大丈夫ですか。ちょっとお願いします。焼いたっていうか、彼氏と、彼氏と、彼氏とタイ旅行行ってきたから焼けたの。あ、羨ましいでしょ、そこ。いや別にだからさっきも言ったけど、みんな女の子が好きだから、ゲイなの。彼女とならまだわかるけど、いや別にいいじゃん。ゲイだ、好きな人だと。ゲイだってめっちゃ聞かれてます。いや、ゲイだってんでしょ。ゲイだってんでしょ。え、どっちですか。猫、猫で、猫で、猫ちょっと。多分この中で一番スタイルいいかもしれない、実際。そらして、ちょっとちょっとすごいさ、もう年だから、もう立ってるのがちょっと辛い。立ってるのこっちですか。スタイルめっちゃいい。それも辛いやつ。ただすごいな、色と色とさ。え、内勤さんなの。内勤ではない。内勤さんなの。これでもプレイヤーのつもり、なんかミオさんつもり、つもりです。ここにいる全員プレイヤーなの。そう、ここにいる全員がプレイヤー。あ、そう、俺が先月でちょっとナンバー上がらせてもらったんで。そうっす。はい、ゲイのプレイヤーとか斬新だね。斬新なのに。わー、持ってかれたわ。ほんとにね、面白くて言うなら、ハントちゃんと来なさい。ここに来てさ、みんな俺がが強すぎて、ちょっとわけわからんくなって。ガガ強い、ガガ強い。ほんと黒いね、自分、ほんとに。自分で言うんですか。すごい、いやらしい。この男いやらしい。黒光りしてるね。性ホストにゲイホストって今日確かに今日濃い。女性ホストとゲイホスト。あ、でも何回か。人じゃないから。何回か出たんだね。そう、何回か出てるね。3回目ぐらいかな。3回目にしてもまだこう濃いというのは。謎の新人率じゃないですか、これ。そうだね。だから唯一新人じゃないの、俺とユキヤで。ユキヤの方がユグドラ歴は長いよ。俺がまだ2年経ってないから。ユキはオープニングだもんね。もうオープニング。俺怖っすね。これ考えうるせえな。喋りが止まらない。もうてか白くない？白いっす。なんもうちょっと。俺もここの光当たってるほら白いんだよ。光当たってると。でも顔が丸いっていう。こっち来るとほら黒い。あ、そういうこと。光のためいい場所取ったわ。眉毛がないんだけど自分。え、ありますよ、ちょっと。あれ、え、ちょっとハゲてるくない？眉毛どこで？眉毛どっかんすか？ちょっと待って、ちょっと待ってね。え、テコ広く…うるせえ。お、みんな。はいはい。あ、カムイのイが威力のイです。はい、威力のイです。あ、ちゃんとあげせゆきやって、じ、一緒じゃん。あ、勢いになっちゃってる。もう絶対神の勢いってなんか違うよりすごい。あ、もういいじゃん、それで。タイは、ほんと30、あのね、4月、日本が4月の時点で38度あったから。タイがタイにしか聞こえなくて。すごかった。え、違う、え、何、4月に行った。行った行った行った。それで、その、でもヒサロは行ったでしょ。タイする。うん、ちょっと膨れるんだよ、ヒゲが目立つ。じゃ膨れない、ヒゲが目立たないように膨れてる。膨れてる。そうですね、オレンジ色のパンデで。ずっと海にいたの。あ、海はね、あ、違う、もうゲイバーじゃない、ゲイビーチがあるところ。ゲイビーチがあるんだよ。パタヤにあるから。ゲイはみんな元気になりながら迎えてる。そう、そこのちゃんとホテルの支配人もゲイなの。アメリカ人。ゲイビーチ食べるとめっちゃ食いずれますよ。ゲイって気になってたんですけど、怖っつって。嫉妬とかしないんですか。しない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 。嫉妬するのはちょっとね、男でも女でもね、違う。自分に自信がないから嫉妬する。もう自分に自信があるから、もう彼氏がどこ行こうが何しようが。出た出た、スーパーヘルパー。何それ。サーフィンヘルパー。サーフィンできない。スキーだったらできる。スキー長野県育ちだから。はい、俺とユキヤは地元が一緒で、ワンチャンね、親戚かもしれないんだよね。全国だから全然いい。だからもしかしたら一族からゲイ出たのかな。たどっていけば一族って。そう、本当に地元一緒で。一緒だよね、本当に一緒。本当に一緒で、なかなかない名字で、そこの地元で。
で、なんか大元をたどってみたら、やっぱお互い九州にたどり着いて、あれだから、ちょ、もしかしたら本当一族、一族に。そしたら、ゲイちゃん早くゲイになるね。そうなるよ。俺はなれないよ。ワンチャンのいいじゃん、もう。ナンバーズが一番だから。はい、はい、はい。はい、CM お願いします。結婚詐欺させてくれよ。ちょっと早かったんだよ。ちょっと早かったね、今多分あと2秒、2、3秒早かったんじゃないかな。ちょっと違う、ね、はって、はって、やばいやばい、はいはいはい、落ち着こう、落ち着こう、落ち着こう、本音の話なんだ、マジで話なんだ、拾ってくれた、ありがとうございます。これ書いてるよ、さ、やだ。じゃあこれ書いてるのミオさんだから、多分これミオさん、ミオさん書いてる、グリって言われてるじゃん。やばい、大丈夫、メンタル大丈夫、メンタルやばい。いや、メンタルそんぐらいで弱くなんないやつ。頑張れ、もっと。綾野剛なんです。綾野剛じゃないから。ノット綾野剛、ノット綾野剛。え、綾野剛って何、芸能人、あの芸能人、あの芸能人、あの芸能人、芸能人の、あの芸がカタカナの方で、ヒロトをいい感じにした芸能人。そっち一番左側、家にさ、テレビがないから一番左側、左ですか。アメスか、多分僕は左じゃないですか。僕はボーカルやってたかな。俺ギタリスト、俺もボーカルやってますよ。僕はあの担当カッサルトなんですけど、大丈夫ですか。大丈夫大丈夫、大丈夫じゃない。楽器はちょっときつい。じゃあ自分もなんかやってた方がいい。バンドマンなの。もう元バンドマンかな。キーボードしか弾けねえな。みんなゲイって何。一応練習したの。みんなゲイって何。え、じゃあみんなゲイって。VK ではないの。あ、VK 自分知らないよ。 VK の人は VK とか学校ぐらいしか知らない。手挙げましょう。はい。俺だけ嘘でしょ。あ、ビジュアル系好きなんですか、先輩。はい、大好きです。例えば、例えば、一番好きなのガゼットとかですね。あー、無難なところに行っちゃうとガゼット。え、はい、ガゼットで何が、ガゼットですか、有名な曲の。え、まあなんか結構有名なところで言うとカシスとか。トライアングルバってきてます。カシス、カシス、もうカシスとかって、はい、雅とか、雅とか知ってる。雅も大好き。雅、雅、うん、僕は天塚さんじゃなくてね。あとカリガリとか。雅知ってるよってきてます。おー、雅ってひどいな。雅と握手したんだから。マジっすか。マジっすか。したんだけど、すごい、あのマペラね、目の前で握手会に行ったらもう真っ白になっちゃって、あーもう、どうしようって言ったら、よろしくって言ってくれたから、あ、よろしくお願いしますっていう風にこうやってた。そしたら宮城さんも、はいっつって。ちょっとまさかのカリガリも。デュールクォーツすごいね。マペのオペラもデュールから ね。デュールは宮城が青さん、ギターの青さん、青さん、青さん女装癖だからね、やばいよ。その時女になった。あ、でも女方やってたわ、ちょっと。毎回じゃなくて、はい、曲によってとかコンセプトによって。なんならナウで女の。いいじゃん、ベッドの上で問題になれない。それは無理かな。ちょっと怖い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 。男も女もだけだけたら最強のホスト。男も女も抱けたら最強のホス。いくら積んでくれますか。僕ナンバーワンなれますか。なれるなれるじゃないっつって。いや、男芸能だって会話やん。それ今から、今からちょっと行こうかなって思ってるぐらいだからね。お店にみんなで歌歌ってほしいです。らしいです。みんなで、みんなで、みんなで。何、カエルの歌かな。本当のホストってひどいな。みんな本当のホストだ。あのホストじゃないとここに出れないからね。違う違う違う。本当に、あの、アメ君行くとゲイとは。なんだよ、ゲイじゃねえから。女の子いいじゃん。ゲイとはどういう意味。
あのホストです。あのゲイバーじゃない。ゲイバーじゃない。ゲイは本当にあると。ゲイは自分だけだから。ドセンターの方以外はちょっとあの普通のセンターにいるから。すごいセンターにいるからね。じゃ変わります？いやもうこう言ってもだってもうみんな後輩だもん。こうやって新人の肩組まれるのかなちょっと。新人率えぐ。真ん中。真ん中。ちょっとじゃあ新人ちょっとアピールタイム。アピールタイム。アピールタイム。イエーイ。自分がここは強いとかそういう感じ。あの石で火を起こしとってすごい手すりがひどい誰のこと言った誰こうやって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 こういうのは多分なおくんだからなおくん原始的ななおくんのことは石で火をすごい顔で見てるゲイの話が面白いゲイじゃないけどゲイの話が面白い真ん中に全員飲み気にしてなんかねしゃべってないとねもうちょっと落ち着かないの今だけ話つまんないって言われてもぶっちゃけでも本当なんすかあのゲイって貴重だよね貴重じゃねえよゲイって言ってるなゲイ意外と言う僕の知り合い結構ゲイバイレズ結構いる世界的に多いっすよ今そういう流れっすよいや隠してた人が隠さなくなったってのでかいんじゃないっていう違いああ最悪は全然えタイプでもタイプは中高の時にあれっすかちょっと可愛いなって思った男の子に友達いたけどダメだなちょびちょびしててかそれ男女男ですえ男子校だったんでああちょっとやっぱいいやんね私の周りも多い男子ガチじゃんガチガチガチだけどいや君可愛いあおこれは多分今の絶対コメントコメントどこだ大そうだちょっと個人的なうちの店かもしれない怖いな後ろ2丁目の方の店かもしれない君可愛いねみたいな感じ可愛いねみたいなそれって感じがチャラいやつ古いあいつ今生きてるんですかね君可愛いね生きてる狙われるだって生きてる狙われてるよね狙われる狙わせたら後で直接 DM クリア俺の LINE ID も書いてほしいなあ確かに LINE ID そうだよみんな LINE ID なかったらここにこうやってカメラの前でこうやってここら辺にこう出てくるはずああなるほどなるほどやっていいのかなそれちなみにあの奈緒さんどこ行ったのってあの奈緒さん目の前にいますちょっとあのこっち出てくれないちょっと疲れちゃった今桜してたの桜してたの桜してたの米稼ぎしてたの米稼ぎあのゲイバーじゃないのとか言っちゃう俺だからやらせー身内潰しうわやらせーどっちか帰ってきておって言われましたよおっでもねコメントねちょっとね打った後にちょっとずれるからそしてこれ違うなるべくねコメントが多くなるようにねそうみんなが拾って全部俺の拾ってくれたよ拾いますよね一人でどれだけ回してたんですか俺も帰ってきたって出てるすごいもう恥ずかしめを受けたよね完全にプロかよ全部拾ってくれてねプロはプロでもプロ手が出てきなどうした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 じゃあ分かったじゃあこの中でさぶっちゃけ整形してる人あいないんだ整形はしたいです願望はあります願望あるお前は整形した方がいいなはいちょっと葵に似てるからありがとうございます正直本当に結構最近葵さんで俺のこと多いですけど誰だか分からない私も拾ってもらえたってどっちの葵なるみやああなるみやあねキャラと飲みますみたいな感じがすごい似てるあのでもやっぱこう飲みはいいんしょみたいな飲みはいいってわけじゃないでもやっぱこうなんすかねこうあの折半折半乗ってないホストなんで私がごめん来ていただいてるお客様なんて言ったかわかんないあのちょ聞こえねえんだ間ですっげーここがやかましいこっちがやかましいヒロと落ち着けちょっと黙ってるから黙ってるそうだから今でもねうちは結構比較的整形ねガンガンおっしゃってるよ。まあ全な3点セットしたい人ね。目鼻口。もうね、ミオさんお金貸してくれるって言うから。本当ですか？マジっすか？ちょっと乗ってくるやつらが考えるって。マジっすか？脱毛がいいな。今度のすあの金曜日行っていいっすか？金曜日？ああ天休の日。天休の日にもういや俺死亡吸引で。僕もね。来週あたりあの目鼻口やるのと死亡吸引は。金額ほぼ一緒だから。じゃあ全部。しかもなんならワンちゃん脂肪吸引の方が高え。ああ。俺の場合。僕顎下の何も入れないのに。脂肪吸引したいです。そうあの出すのに。出すのに何も減るだけなのにお金も減る。すごい。脂肪が減るし。なんで脂肪っていうか痩せるんだったら動けばいい話でしょ。いやあのね俺言われたの。俺野球してんじゃん。うん。多分この店の誰よりも運動してるの間違いなく。まあまあそう。なのに太るのよ。
なんか言っちゃう。葵がなんか言ったよ今。それって俺のターンだからちょっとそれって結構やばいらしくて、運動しても痩せないで、あと昔、はい、野球とかやってて消費カロリーがあって、その時は太らなかったんだって。なのに今その昔の運動量を超えないと痩せないらしい。じゃあ超えるしか。俺は毎日だから10キロ走んなきゃいけない。10キロ走った上で坂道ダッシュ20メートルぐらいを50本ぐらいやんないと毎日。でもまあイケメンだから何でもいいじゃん。痩せないんだよ。でもイケメンだから何でもいいじゃん。まあイケメンって書いてありますよ。顔はって今まで言われてきたから、まあ、自分でも言うけど。ほらもうイケメンは正義。絶対イケメンって言われてるよね。言うけど。次誰が桜？誰がデブの人紹介してほしいななんか。デブのなんかすごいハゲのおっさんとか誰か知ってる。ここだからそう思うって。だからあれよね、なんか言われるなんかデブの方が安心感がある。あー、なんかそれね。あとワンちゃん結婚できそう。あ、確かに。ワンちゃん結婚できそう。それあるかなり。それはあるじゃん。ワンちゃん結婚できそうみたいな。実際そうだから。実際そうだ。いやでもなんか。いやなんかほら。あるじゃないですか。手軽そうじゃん。手軽そう。どういうことですか。安心感も。なおさん安心感ありそう。まあね、あの料理からね、あの子供の面倒も全然見れるし、なんかちゃんと稼いでくれてきそうだよね。手軽で、ね、家に金をちゃんと入れてくれそう。手軽感、手軽感、日曜大工までこなすからね、ちゃんとね。そう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 。まあ、ここなおさん料理めっちゃうまいし、うまいんだ。うまいっすよ。へナポリタン、生姜焼き、生姜焼き、生姜焼き、うちの彼氏がすっごい好きなやつじゃん、生姜焼き。いや、彼氏の話今出てくるから。ちょっと言いたくなって久しぶりにカメラ目の前にする。愛嬌ある、愛嬌ある、愛嬌ある、案外持てるから痛いなって思って。彼氏生姜焼き、待って、彼氏は彼氏はホストじゃない、ホスト。今あれセックスレスだっけ。今7年7年今年明けると8年目になった。来年8年目だ、どうしようみたいな。聞いてる、うちの彼氏見てる。8年目はやめてください。33本ぐらい飲ませて。いや、これがダメなんだって、45だから。酔ってもどういうことですか。どういうことですか。45、45、彼氏が45なんですか。そう、なんで英語で言った。確かに。いや、でもね、行ってきますキスは毎日してるから。これもう別れた方がいいよ。もっと若いの捕まえましょう。やだ、だって若い、いや違う、若ければいいって問題じゃない。勢いありますでしょ。勢いあります、勢いこっち。いや、みんな女の子は分かってくれるから、若ければいいって問題だから。でもね、行ってきますの中はすごい大事らしい。その彼氏彼女の関係でも、そうですね、その男が出世する可能性が上がるんで、確率が上がる。やる前にキス、ほらすごい上がるらしい。ということで、ユグドラシルで毎日キスしてくれる相手を見つけましょう。あ、いい感じで終わったね。まだ全然1分前って。あ、まだね、1分前30分前、はい。ということで、この30分という短い時間の中でしたが、ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。ゆぐどらしるはこれからもっとでかくなります。来年2月ゆぐどらしるアルティミスオープン、からね、2部もどんどん広がっていって、かなりでかいグループになってきました、その中でね、こんだけ個性の強いメンツもね、個性しかねえ、個性しかねえな。やっていける楽しいお店なんで、はい、ぜひご来店、またね、一緒に働きたい方、ぜひ応募してきてください。はーい、ありがとうございます。